船長にさ、めっちゃいじられたんだけどさ、マジ私キョドりすぎて目がもうキョロ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 してさ、それを一生いじってくんの船長が。あいつマジで、あいつマジで許さねえからな、あいつマジでもう許さねえ。あいつマジで許さんわ。キョドりをね、ネタにね、されまくった。キョドりすぎて、違うね、あのさ、ちょ、ほんとにさ、ほんとに許さないんだけどさ、私が、おにぎりをね、食べてたの。あの、食べてる最中喋れないから、みんなの話をね、こう聞いてたわけよ。そしたらさ、なんかさ、船長がさ、いや、アクア先輩の、アクア先輩のおにぎり食べるとき、すっごい癖あるんすよ、とか言って。めっちゃ誇張したモノマネをやりだして、もう超誇張した、ゆで卵おにぎり。そう。煮卵おにぎり。超誇張した、おにぎりの、食べ方をずっと一生だよ。もうこの、この年末一生やられて、で、なんかスバルも、そう、なんか船長が、なんか席順的に、船長も私の斜め前にいたんだよ。そう。で、スバルが、楽屋ね、楽屋の話なんだけど、スバルが、左隣にいて、で、おかゆが右隣にいたの。そう。で、私の椅子の隣にシオンがいたのさ。私の椅子の隣にシオンがいたの。椅子の隣っていうのは、椅子を、一個のオフィス椅子があるじゃん。オフィス椅子を割って二人で座るっていう謎行動をしていたんだけど、座る場所がなくてさ、半分こうで座ってたんだけど、そういう状況で、いや、でも、船長があんなに、私でね、喋りかけてくれなかった。めっちゃ、何?はじめ、もうめっちゃ気取りまくってて、全然喋れなかったけど、船長がめっちゃいじり倒してくれたから、マジで、なんかね、こう、すごい、なんだろう、こう私的には、こう喋りやすかった、めっちゃ。超喋りやすかった。船長が言ってた盆踊りって何?いや。だからさ、盆踊りじゃないんだって。違う、ただ、あのね、おにぎりを食べてるだけなんだよね、私。マジで許さん。ほんとに。アクア先輩ね。アクア先輩ね、ほんと可愛くて、マジ、赤ちゃん。ほんと赤ちゃんだったんですよ。なんか、なんて言ったらいいのかな、なんか、みんなにね、動き見せられないから伝わんないんだけど、マジ、おにぎり食べるとき、マジ、盆踊り踊ってんだから。超可愛い。だから、なんか、スバル先輩と一緒に、なんか、可愛い可愛いってやって、言ってて、うん、で、そう、アクア先輩といえば、船長昨日、配信前にアクア先輩とスマブラしてたって話したじゃないですか。で、配信終わった後も、アクア先輩とお話してて、その時、あ、スバちょっとどうもありがとうございます、ペコリー。時に、昨日、結局、あの後配信終わって、アクア先輩と、朝の、何時あれ?朝8時くらいまで通話してて、語り明かしちゃったね、マジで。うん。語り明かしちゃったよ。なんか、もうマジでね、そんだけ喋って、すごく分かったとか、すごい思ったことがありまして、アクア先輩って、マジで、人の悪口とかも絶対言わないんですよね。そう。悪口を言わないし、むっちゃ気使うし、あとね、あと、なんか、人の秘密を喋ったりしない。なんか、ちゃんと秘密にする。口が硬いっていうの、なんか思ったから、すごいね、マジ、信頼でき、赤先輩、うっって感じです。うん、でも最高、もう、愛しい。うん、大好き、マジで。マジ、アクア先輩にも言われたんだよ。マリンちゃんは、そういう、下ネタとか、やめたらどうかなみたいな。言われたんですよ。君たちちょっとスカートめくってくんない?ちょっと、お願いしていいか?ちょっと、スカートをめくってくれ。あ、ちょっと、こうして。あ、ピラピラピラ。あ、
待って、もう一回やるし。スカート、まあ、君たちめくられるじゃん。ペロン。あ、